みなさん、こんばんは。私は嵐です。私はケミです。今日は門戸で掃除しましょう。私たちは清掃労働者ではありません。どうして掃除しますか？掃除するには別の意味があります。商店街を歩いて地図と軽食をいろいろ食べることを意味します。なるほど。ここは賑やかで便利です。本当に便利ですね。電車や地下鉄やいろいろな番号のバスがあります。じゃあ行きましょう。これは広東語で階段チャイと言います。私はこの卵のおやつが大好きです。これはケーキの甘い香りで黄金色です。卵の中は半分からになっています。口あたりは外がカリカリで、中は柔らかいです。今では他にもいろいろな味がたくさんあります。チョコレート、いちご、ごま、ココナなどです。一つ10ドルぐらいで買えます。人がたくさんいますね。彼らは何をやっているのですか？彼らはウィスボールと中国の餃子を探しています。ウィスボールと中国の餃子って何ですか？これを見て。これがウィスボールです。これは魚のペーストから軸がするのです。丸いですね。普通竹串に5から7個の団子があります。1本7ドルぐらいです。スパイシーなソースで美味しいです。これは中国の餃子ですか？私は前に中華レストランで食べましたよ。でもこれは少し違いましょう。本当だ。これは魚から作られています。それに蒸して合いますね。普通醤油をつけて食べます。中華レストランのものより薄いですね。レストランの方のははるかに複雑ですね。豚肉から作ってられているのでもっと脂っこいです。じゃあ次はちょっと臭いものにしましょう。何ですか？何かいい香りのものですか？いいえ、それは臭くて有名なんです。しかしとても美味しいでしょう。ごわがらないで。でも変な匂い。臭い揚げ豆腐と呼ばれています。甘いソースとチューリーソースで食べます。1個ドルぐらいです。臭いが。色で濃いと濃
スクは借りましょう。ひどい匂いでさ、味は悪くないですね。たくさん食べ歩きをしましたね。香港の街道にはたくさんのスナック食べ物があります。路上でチーズロのはとても楽しいですね。次回もまたやってみましょう。